どうもお久しぶりです、誠です。今日はね、前座の解説をしていきたいんですけども、チューニングはレギュラーチューニングです。で、バッキングの場合はカポ4で、リード弾く場合は9です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあまずバッキングの方からやっていきます。BPM が190です。はい、これはね、今ネットで探せばいくらでも出てくるんで、まあちょっとサクッと終わります。はい、じゃあ次リードパートやっていきます。リードの場合は、カポを9フレットに持ってきます。はい、じゃあ一回弾いてみます。はい、じゃあこの部分ちょっとゆっくりやっていきますんで、ちょっとズームします。はい、これ最初がね、ハンマリングです。4弦の11フレット13フレット次が2弦の12フレットと3弦の11で、次が ここはプリングですね。で、その次がちょっと難しいんですけど、一発弾いてここまで、こんな感じです。で、その次が開放から、3弦11、3弦11、2弦12、1弦14ですね。はい、まあそんな感じです。で、その次オールインしてからなんですけど、ちょっと一回弾いてみます。はい、ここも基本的には一緒なんですけど、ここまで一緒ですね。で、その続きが、はい、じゃあまあ今回はそんな感じで、ちょっと久しぶりなんでだいぶサクッとした動画になったと思うんですけど、この曲に関しては結構もうやってる人多いんで、この続きはやるかちょっと分かんないんですけど、はい、じゃあよかったら下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんで、またよかったらフォローしてください。じゃあそんな感じで、また。